ちょっといろいろあって、まあ自分が無責任な行動を取ってしまって、はい、まあ辞めちゃったっていうのもあるんですけど、あの大家族で金銭的にちょっと大学に行ける余裕がないってなって、さまざまな経緯、経歴を持った選手が NPB 入りを目指す独立リーグ四国アイランドリーグプラス。本日やってきたのは11年連続27人を NPB に輩出している徳島インディゴソックス。 NPB が注目する野手陣を紹介していきます。いいね、あるよあるよ、え、すげえ入った、え、入った、すげえやばかったっすね、あのホームラン。こすった感じだったんですけど、いい時はああいうのがポンポン出るんで。今バッティングをしているのは加藤響選手、東海大相模高校出身で現在は東洋大学の4年生。2020年の東海大相模といえば高校通算156発カルテットが話題となり、加藤選手もその中の一人でした。最後の夏に行われた独自大会では4番に座り、中心選手として活躍。その後東洋大学に進学し、1年生からリーグ戦に出場していました。本来であれば4年生としてチームの主力のはずですが、なぜ徳島にいるのか。まあ、ちょっといろいろあって、まあ、自分が無責任な行動を取ってしまって、まあ、辞めちゃったっていうのもあるんですけど、最初はもうそれで野球は終わるっていう思ってたんですけど、知り合いの方が徳島インディゴソックスの関係者の方で、大学の時も試合出てたのから、まあ、辞めるのもったいないから、ちょっと1年こっちで勝負しようって言われて、それがきっかけですね、この時に決めたんで。正直大学の時は、はい、まあ、なんですかね、そこまで野球を本気で やれてなかったというか、自分的にも、はい、高校である程度活躍して、そうですね、まあ、ちょっと天狗になっちゃってた部分も、まあ、正直あったので、はい、まあ、そういうところがあって、まあ、大学の時はうまくいかなかったんですけど、こっち来てから気持ち切り替えて、絶対プロになろうと思って来ました。内野手で長打も打てて、まあ、リズム残せるっていうのが、まあ、自分の売りではあると思うんですけど、肩にも自信があるので、表現強打っていうのは自分の一つの売りにはしてます。遠投とか高投ってあります？110ぐらいだったら届きますね。超えるぐらいの自信はありますね。直撃ぐらいは行くっていう、はい、行きます、ね、直撃は。そんな加藤選手と二遊間を組むのが岸本大輝選手。三拍子揃ったスピード感のあるプレーが NPB スカウトマンから注目されています。さらにサードを守る柏木和幸選手も NPB 注目選手の一人。ちなみに柏木選手、ホームランと打点でリーグ2位の成績を残すリーグ屈指の好打者。そんな柏木選手、NPB 入りへ人一倍強い思いがありました。関西独立リーグっていうところで、はいはい、高卒で3年やって、で4年目にインディゴ移籍って感じです。大学っていう選択肢もあったんですけど、大家族で金銭的にちょっと大学に行ける余裕がないってなって、はい、ちなみに何人家族ですか？9人兄弟、11人家族です。お、9人僕が7番目です。どんな兄弟も特兄弟も、ソフトと野球、全員やってて、はい、僕が本当野球やってるの最後なんで、はい、なんでもう僕が何としてでもって感じです。金銭的にきつかったんで、はい、まあ、一番お金のかからなく1年目からプロ行ける独立リーグ行こうと思って。家族の悲願というか、そうですね、全員が、はい、家族愛ですね。いやもう何としてでも、はい、行きたいです。
さらにホームラン打点の二冠王の選手も徳島にいました。その選手の名は寺岡武人選手。東福岡高校から福岡大学の経歴、ホームラン打点のみならず盗塁もリーグ2位と高いポテンシャルを持っている。失礼ながら体はそんな大きくないですけど、はい、なんかバッティングしたらもう身体能力マックスみたいな感じで、そこが売りではあるんで、あそこは自信あります。ちなみに 50m とか遠投とかって光電管で反応なしのやつで5秒9遠投はないんですけど、はい、フルダウンでは161キロぐらい、はい、抜けてしまいましたが、このとんでもない伸び、この送球からも高いポテンシャルを感じる。一生伸びてる。そんな寺岡選手も舌を巻く強肩の選手は、以前特産 TV にも出たあの選手。先輩の中田さん、はい、大学時代ご一緒に一緒にやらせていただきました。プレーされてると思うんですけど、やっぱ当時から中田さんもやばかったですか。いや、やばい強肩でした、ね、はい、半端ないです、あの人。本当にやばいです。追いつきたいですね。同じ舞台でできればいいですね、はい、そんなホームラン打点ランキング上位2人を差し置いて4番を張るのが、冒頭にも紹介した加藤響選手なんです。すさまじいだ、すさまじい打球、すさまじい打球、森下選手っぽいですよね。あ、打ち方ね、坂上さん、坂上さんの経由なんで、虎の匂いを感じる、虎の匂い、ライパチも興奮する。そんな虎の匂いを感じる加藤選手のフリーバッティング、じっくりご覧ください。いいね、いいじゃん、いいね。かわいい、いいじゃんか。かわいい、いいじゃんか。指導入って。オッケー。わかった。ありがとうございます。自分のバッティングの基礎っていうのは高校時代に培ったものが多く。いいですね、そうですね、もう基本それが今にも生きてるかなっていう感じはしますね。東海大相模の右バッターってなんとなくみんなスイングが似てるというか、なんか独特のあの感じ高校の時一番言われてたのは、本当ライナーでホームラン打てみたいな、フライじゃなくて強い低い打球でホームラン打てみたいな感じでずっと教わってて、高校の時はもうフライ上げたらダメぐらいの感じで、もうピッチャーの頭の上ぐらいでホームラン打つイメージでバッティング練習は常にやってました。森下さんとかは自分が1年の時に3年生で、はい、とてつもなかったですね、バッティング練習が。これで高校でプロ行けないのって思っちゃったんで、そこでちょっとなんかうわっと思いましたけど、そんぐらいすごかったですね。あ、いいね、やばい、あー、オッケーオッケー、あれ
がとうございました。とにかくまっすぐを強く弾けるような、まあ、指導だったりはそうですね、高校ではされました。つまらないで前で前でって、まあ、でもセンターをイメージするんですけど、そうですね、右バッターの時に中には入れないですね、はい、これよりは。大体みんなここら辺で基本的にはじゃあまっすぐ張りの変化球対応、あんまり自分なんかその配球を読むとか、はい、あんまできない。これでしかやってないですね。もうなんかもうオールまっすぐですね。追い込まれてからでもまっすぐ待ってて、で多分追い込まれてからの打率もこっち来てからだいぶ高くて3割5分ぐらいあって、はい、追い込まれてからでもまあ全部まっすぐ待ってで対応みたいな感じですね。もうずっとっすか今まで。ずっとっすね。もう今はちょっとまだ考えてる方っすけど、高校の時とかもっと考えてなかったっす。天才ですね。いやいや本能でそれで打てちゃってますもんね。すごいな。毎年数多くの選手が NPB へ指名される徳島インディゴソックス、今年は一体何人の選手が指名されるのか、ドラフト当日まで目が離せません。ちなみに徳島インディゴソックスでは球団職員を募集しています。概要欄にリンク貼っておきますので、気になった方ぜひぜひお問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。ちなみにこの取材の当日も大学生で女性の方でした。インターンで来てました。野球の球団で働いてみたいんです。そんな夢のある方ぜひ問い合わせを。